スラックはスチュワート・バターフィールドによって開発されたチームコミュニケーションツール。スラックという名称はセルチャブル・ログ・オブ・オール・カンバセーション,ンナレッジのアクロニムである。スラックはグループチャット1対1のメッセージング、音声通話をウェブサービスとして提供している。また同様の機能をデスクトップアプリおよびスマートフォンアプリでも提供している。Google ドキュメント ドロップボックス、ヘロク、クラッシュリティックス、ギトハブ、ペイジャーデューティ、ゼンデスクなどを含む各種サードパーティーのサービスと連携することができるようになっており、スラック内部のすべてのコンテンツは一つの検索ボックスから検索できるようになっている。もともとはタイニースペック社においてオンラインゲーム、グリッチの開発に使用された社内ツールが原型となっている。 2020年12月1日、salesforce.com が、スラック開発元のスラックテクノロジーズを277億ドルで買収することに合意したことを発表。株主と当局から承認が降りることになれば、買収が成立することになる。スラックは、基本的に IRC に似た機能を多く備えている。ユーザーはまず、ワークスペースに属し、ワークスペース内に存在する。 話題別のチャットルームに参加したり、同じワークスペースに属する他のユーザーへ、ダイレクトメッセージを送ったりして、コミュニケーションを行う。それぞれのチャンネルや、ダイレクトメッセージには、ファイルの添付が可能であり、ワークスペース内のメッセージやファイルはすべて検索できる。さらに、API が公開されているため、Google Drive や t レ r e l といった、Web サービスと連携することが可能なほか、 自作のアプリケーションとの連携も可能である。スラックはスラックアップスによりボットユーザー機能を提供している。例えば、ボットユーザーへ今日の天気はとチャットすることで、ボットユーザーが今日は晴れです。と情報を提供することが可能である。アップのインカミングウェブフック機能により指定された URL へのポストがボットユーザーの発言として、 スラック上に反映される。フリーミアムの形態をとっており、基本的な機能はフリープランにて無料で利用できるが、有料プランとしてプロとビジネスプラスが用意されている。また、複数のワークスペースを管理、運用する大企業向けプランとしてエンタープライズグリッドが存在する。ありがとうございます。